さっきツイッターでね、なんか誰か僕の掃除から先生っていう2014年のツイートをなんか見つけて、こんなツイートしてたんだっていう。で、あの頃なんかネットウヨっていうものがもうちょっと圧迫的というか、でちょっとこれ別の動画でも言ったんですけど、なんでネットウヨっていうものに対して興味というか力がなくなってきたのかっていうとね、やっぱりもう力関係変わっちゃって、近隣諸国とかと、あの頃はまだなんかちょっと戦前の歴史とかそういうことを通じて、そのマウンティングっていうか近隣諸国とかね、まあ韓国とか中国とかそういうところにマウンティングするみたいなのがあったんですけど、もうそういうのがすっかりなくなっちゃって、なんかネトウヨっていう事象になんかもう力がないというか、まあ、ネトウヨっていう言葉が適切かどうかっていうのは振り返ってみると分かんないんですけど、まあなんか日本が一番とかそういう感じの言説にも意味がなくなってきて、まあ、僕はもちろん生きがいとか和みとかそういうことで英語の本で日本の一番いいところを紹介してて、ドイツではなんと生きがいの本が14週連続ベストセラー1位になっているという凄まじいことにもなってるんですけど、そういう意味で言ったら僕は対外的には日本の良さを伝えているいい仕事をしている人間だと思うんですけど、まあ、ただ本当にもうなんか日本がやっぱり、僕は日本の将来に対しては楽観的でいたいと思うし、希望って言いたいと思うけど、ちょっともう本当に、いろんなことがダメになってて、だからネトウヨのようなその虚勢を張ることすらできなくなってると思うんですけど、でそれについて僕やっぱり僕自身の問題だと思うんですけど、日本国内の文脈ってことにほとんど関心がなくなってきちゃったんですよね。でも今東京歩いてて、もう東京で仕事をしたりしてるんだけど、もちろんそれは大切なことだし、同胞だからね、自分の住んでる場所だし、すごく大切にしたいし、やったあと懸念するつもりはないんですが、ただ例えばご飯とかね、ご飯美味しいですよね、日本のご飯、それから公共交通機関、とてもありがたく乗ってますよ、地下鉄とか JR とか、そういうことを除いて文化っていう意味においては、まあ本当になんかね、この感じってなんて言ったらいいのかな、全くなんか関心の持ちようがないっていうか、なんかもうそこの部分がもう心が感じなくなってるっていうか、これは僕だけの問題かもしれませんが、だからしばらく前はまだ日本のテレビについて批判的なことを期待も込めてね言ってたんやけど、もうなんか存在してないんですよ、日本のテレビが。民放だけじゃなくて NHK もおそらくもう存在してないんだよね、僕の中で。だからそこの中で例えばじゃあテレビの有名人っていうのも僕の中では存在してないっていうか、興味がないっていうか。で一方でね、やっぱりネットで、まあ、本当に今オープン AI だとか Google だとかイーロンマスクがやってるアンソロピックだとか、GPU をめぐる、ね、1兆5000億の投資みたいなことも言ってるし、自動運転の話とか、あるいはロボットの話とか、まあ、本当に世界のいろんなところで同時多発的にいろんなことが起こってて、そこに残念ながら日本がいない。グローバルトップ50ね、 Spotify の毎月1回の朝日カジャセンターでみんなでレビューするんですが、今回1位と3 4位3位だったかな、ケンドリック・ラマーの、ディスってる、まあラップ素晴らしかったんですけど、彼はピュリッツァ賞なんかも取ったんですけど、そういうなんか、まあこれがでもじゃあグローバルの文脈なのかって言ったらアメリカの文脈なのかもしれないけど、一応でも、Spotify のグローバルトップ50、まあその場合のグローバルってのはどこら辺までのグローバルなのかってのは、でも少なくとも日本の文脈よりはいいよね。でそういうところで起こってる事情しかもう興味が持てない。そこで自分が何ができるか分かんない。まあ、僕は科学者ですから、いろんな文書いて、クオリアの問題を解くために頑張ればいいんだろうけど、もちろんそれは頑張るし、英語の本、今度ストイシズムの本書いてますから、まあ、生きがいの大成功ってのは本当に僕にとってインスピレーションでしたけど、さらにいい本書いていきたいと思うし、僕はできることを、できるだけやっていくしかないんですけど、そこに日本の文脈ってのはないんですよね。だから吉本のお笑いの批判ってことももうそれ自体に関心がないというか、まあ、なんかやってんでしょうけど、ジョン・オリバーの、
とかジョン・スチュワートの仕事を見るのも全部見れてないし、でもそのコメディだったらそっちの方がはるかにやっぱりレベルは高いし、まあ、はっきり言いますけどレベル高いし、吉本の笑いより M1 よりもはるかに、だからもうそういうこと言う必要もないというか、じゃあお前そこでどれぐらいの仕事ができるのかって言ったらできてないしね。あのだからまあ僕はコメディアンって一応日本語のツイッターのプロフィールに書いてるけど、別に、まあ、素人コメディアンですよ。でもなんかそういうエントリーポイントあるかもしれないね。すごい数だな。あのノンカークの方からそういうところになんか切り込む方法ってあるかもしれないよね。でも切り込めてないですよ。俺もポンコツですよ、まあ、ポンコツなんだけど、まあ、一生懸命毎日頑張ってて、そんな中で本当に NHK 民放日本の芸能界存在しないんだよね。このもう砂漠なんだよね。砂漠なんだよ文化的には。レベルがもう圧倒的に違うんだよ。レベチなんだよね。しょうがないよもう。だからまあ頑張りますよ僕は。だからそんなこと言ってもしょうがないじゃん。自分のやるべきことやるしかないからさ。まあだけどちょっとそのことだけお伝えしたいなと、僕のチャンネル関心持って見てくださってる方にもちょっと それをやっぱ共有したいなと思って。ない、日本ってないよね何も。 NHK のドキュメンタリーだって相変わらずディレクターが書いたナレーションを誰かが読んでるし、ひどい作りだよ。そういうなんか客観性の押し付けっていう、なんで繰り返し言ってるけど、リチャード・ドーキンスが自分で書いた原稿を自分でプレゼンテーションするみたいなフォーマットの番組が作れないんだろう。 NHK のニュースは相変わらずなんか具にもつかない陳腐な文脈で定型的なニュースで垂れ流ししてるし、 NHK の国際放送は情けないし、こんなことでいいのかな、情けない。 NHK 応援してるけど情けない。民放みたいなバラエティ作ってたってしょうがないです NHK がさ。まあ、とにかく日本には何もないんだけども、この焼け野原っていうか、焼け野原というのはなくて、砂漠から何を作るかっていうのは、まあ、僕は僕で自分でポンコツだけどやることをやります。とにかく日本にはないってことを、日本には何もないってことをただ僕は今確認したくなったんだな。